両手でロープをつかみ、体を使って左右に揺らし、その反動を借りて登っていきます。木登り専門家たちがそれぞれ10メートルもの高い木に登っていき、木と木の間にぶら下がりながら、腰にかけたかごに茶葉を包んでいきます。こんなの見たことありますか新鮮だね。すごいわ。一般的に茶摘みといえば腰を丸め、下を向いて積みます。 私たちは80歳や70歳にもなるけど、こんなの見たことないわ。南東の台湾大学の実験林には300種類以上の外来種のアッサムティの木があります。どの木もすべて樹齢60年以上。そのため木も高く成長しています。 毎年収穫シーズンになると木登りの専門家に依頼して茶葉を摘んでもらいます茶葉を摘む時には新芽を摘まなければならないが新芽は木の端にあって摘む時ちょっと怖いなぜなら端に行くほど足をかけられる木の幹がなくなるか枝になる女性の木登りの専門家もいます友達はもともと高所恐怖症だったが怖くなくなった 木登りの専門家のもともとの仕事は樹木の剪定や修復、生態観測、または高い木の上にカメラを設置したりなどです。そんな高所作業のプロは特殊な茶葉の採取においてとても活躍。月収10万台湾元の安定した収入を得ることができます。